特徴ある企業や商品サービスを探し出すビジネスの冷えのコーナーです。今日は新しい形の本屋さんです。東京新宿横浜に本社を置く書店有林堂が EC サイト大手の楽天とともに先月小田急百貨店新宿本店に複合型書店ストーリーストーリーをオープンしました。店内には楽天が運営するオンラインモール楽天市場の人気商品を集めたスペースやコーヒー、食事を楽しみながら電子書籍を読むことができるカフェスペースが設けられています。これまでにない新しい形の書店、誕生のきっかけはどんなところにあったのでしょうか。はい、やはり書籍雑誌の売り上げが厳しい中で、電子書籍であったりとか、ネットで本買われる方が増えていく中で、当社としても、楽天さんがネットで強いというところで一緒になって何かできないかという思いがあって、今回リアル店舗で協力していただくということができて、書店として今までにないような売り方ができているのではないかと思っています。業種や文化の異なる両者のコラボレーション、苦労はなかったのでしょうか。まず一つは、何社もこう入っている中で皆さん集まっていただく時間を取るのも難しかったですし、その中で各社さんの思いがある中でそれを調整して一つにまとめ上げていく過程はかなりこう苦労はしましたが、でもいいものができたと思っています。一方、オンラインでのサービスを主体とする楽天、今回のメリットはどのようなところにあるのでしょうか。楽天はインターネットのサービスを提供している会社なんですが、実際のお店でもサービスを体験していただくことによって、楽天ユーザー層の拡大にもつながるのではないかということを期待しております。おそらく楽天のサービスはやっぱりインターネットを使っている方でないとなかなかこう接する機会がないんだと思うんですけれども、使っていただいて、あ、こういうのも売ってるんだねとか、知らなかったみたいな、とにかくものすごい商品がたくさんあるので、実際にその商品にたどり着くまですごく時間がかかるだと思うんですが、こういう形でセレクトを指定することによって、ユーザーさんがこう新しい発見みたいな、そういうところで見ていただければいいなって思います。時代は変わって、本屋さんの形っていうのもこれから変わってくるんでしょうね、きっと。そういう意味で本屋さんっていうのはずっとこう縮小してきた業界ですから、これからは本だけを売っててもなかなか難しいと。みんなやっぱりインターネットでパッと買えば次の日に届いちゃうわけですから、ですから、ああいう、試行錯誤があって、本だけじゃないビジネスに、チャレンジしようという、そういうような気合というかね、そういうものがこう伝わってきましたけどね。やっぱり両方にとって新しい形でメリットがあるっていうことですよね。そうですね、あそこでね、コボ売って本屋さんが電子書籍売るって相反するような気がするんですけどね、思いますけどね。でもやっぱりこう楽天としてもコボっていうものをもっと売り出したいっていう思いがある。で、じゃあどこに行けばそのコボをアピールできるかっていうと、本が好きな人ですよね、電子書籍だから、だからきっとあそこがいいんだろうと思いますし、で本屋さんも本屋さんで新しい風を吹き込みたいっていう意味では相性があったんでしょうね。これからまだまだ進化しそうですね、ですね、期待したいですね。